ビビアンガールズはアメリカのガールズバンド。2007年3月、ニューヨークブルックリンで、キャシー・ラモーン、ケイティ・キックボール、ケイティ・グッドマン、フランキー・ローズの3人によって結成された。バンド名、ビビアンガールズはアウトサイダーアートの代表的な作家ヘンリー・ラーガーのマグヌム・オプス、非現実の王国でにちなんで名付けられた。結成後間もなく、 オリジナル曲5曲とワイパーズのカバー1曲からなるデモ音源を作成し、ブルックリンのほか、ケイティとキャシーの地元でもあるニュージャージーで活動を始めた。数ヶ月後にはローカルで強い支持を集めるようになり、ジェイ・リータード、ソニック・ユース、キング・カーンバーベキュー賞らのサポートアクトを務めるなど、ローカルシーンを盛り上げた。2008年3月、プレーズ・ウィズ・ドールズ・レーベルから、ファーストシングル、 ワイルド・アイズをリリース。プロモーションや反則活動をほとんど行わなかったが、アンダーグラウンドで評価され、多数のカレッジラジオのチャートに入りネット上でも高評価を得た。同セッションで録音されたセルフタイトルアルバムは、モルド・バイ・タイガーズレーベルからリリースされたが、初回の LP 版はわずか10日で完売となった。この頃バンドは、インザレットレコードと契約し、 2008年8月にシングルをリリース。同年10月にはモルド・バイ・タイガーズレーベルでリリースしたファーストアルバムを LP と CD で発売した。2008年7月、メンバーチェンジを行い、ドラムスのフランキー・ローズに代わってアリコーラーがバンドに加入した。その後2ヶ月間かけてアメリカ、UK、オーストラリア、ニュージーランド、日本、プエルトリコを渡る大型ツアーを観光した。 2009年9月、インザレッドから、セカンドアルバム、エブリシングゴーズロングをリリース。2010年5月には、アリコーラーに代わって、コースティングのフィオナ・ギャンベルが3代目のドラマーとして、加入。バンドは、サードアルバム、シェアザジョイを引っ提げて、欧州、UK、タイ、日本、香港、アメリカでのツアーを行った。フィオナは、ニュージーランド出身で、以前は、 ザ・クーリーズというバンドに参加していたこともある。ケイティ・グッドマンは、キャットパワーのグレッグ・フォアマンと共にウォール・セインツ・デイというサイドプロジェクトを立ち上げ、セルフタイトルのミニアルバムをデジタルリリースしているほか、ラ・セラというソロプロジェクトでも活動を行っている。またキャシー・ラモーンもウッズのベーシスト、ケビン・モービーとザ・ベイビーズというサイドプロジェクトを行い、 2011年と2012年の2度スタジオアルバムをリリースしている。フィオナ・キャンベルは、コースティングや、チェーンザニャングで活動しており、M、レディーズ・レコードの共同経営者でもある。英国のノイズ・ポップ・バンドメール・ボンディングのデビューアルバム、ナッシング・ハーツに収録されている、ワース・ツー・カムに客演している。2011年春、オブ・モントリオール、ジャパン・ドロイズ、 ディアフーフラも所属するポリバイナルレコーズからサードアルバムシェアザ・ジョイをリリース。2014年1月解散を発表。ロサンゼルスのザ・チャーチ、オンヨークとブルックリンのデスバイオーディオで解散ライブを行った。ありがとうございます。